ただいまご質問をいただいた件につきましては、当時地元の皆様をはじめ関係者の皆様方に大変なご迷惑やご心配をおかけをいたしました。改めてこの場をお借りして本当にご心配をいただいた、ご迷惑をおかけした皆様に対して心からお詫びを申し上げたいと思います。その上でご質問にお答えをしたいと思います。説明責任というお話でありますが、先ほどご指摘をいただきましたように2014年、私自身その中身どのようなことがあったのかということを説明できる状況にありませんでした。ですので当時経産大臣を辞任をしたところであります。そしてその際に説明を後ほどさせていただきたいということは申し上げました。翌年2015年の10月の19日、私自身が調査を委託していました第三者委員会の結論が出ましたので、その報告書の記者会見を第三者委員会の方でさせていただき、報告書についてもお配りをさせていただいて、質疑応答にもお答えをしました。でその翌日、2015年の10月の20日になりますけれども、私自身、記者会見を開かせていただきました。改めてお詫びと説明をさせていただき、質疑応答も時間なくすべての質問に答えをさせていただいて、できる限り誠意を持ってお答えをさせていただいたところであります。その後も有権者に対してということでありますので、地元に戻りまして700の支部がありますので2年以上かけて一通り回らせていただきました。私自身は誠意を持ってご説明をさせていただいてまいりました。しかしもし十分に伝わっていない部分があるのであれば、それは私自身の不徳の致すところだと考えています。あの時に起こったことは、政治家として私がこれから歩みを進めていく中で心に反省を持ち、決して忘れることない傷として、その歩みを進めてまいりたいと思います。私自身の今後の歩みを見ていただいて、今後もご判断をいただきたいと考えています。